22年9月20日敬老の日、東京都港区にある笹川記念会館国際ホールにおいて、平成22年度全国銀英コンクール決勝大会が行われました。このコンクールでは年齢により幼年の部から一般3部までの6つの部門に分かれて銀英が競われます。そして各部門の優勝者は11月に日本武道館で開催される全国銀剣士武道大会に全国コンクール優勝者として出演できます。本日は一般2部の銀英をお送りしていきます。春夜落城に笛を聞く。
壇の浦をすぐ。遊ぶ。壇の浦をすぐ。漁村会社雨煙と
하류 一人すぐ壇ノ浦の ほとり千載楽上に笛を聞く。たが家の玉敵か。三樹の指定に遊ぶ。煙こまやかに山赤くして、
余生。政治南光エイズ日本に政治その
謝って繁華の世に生まれ春夜楽場に笛を聞く。望めば
明らかにして驚愕一般二部に出場の皆さんの吟詠をご覧いただきました。吟研四部の世界では明日も引き続き平成22年度全国吟詠コンクール決勝大会の模様をお送りしていきます。